ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田県立秋田西高等学校吹奏楽部の部訓は静音伝心です。それは生の音だからこそ聴く人の心に届くものがあるという西高吹奏楽部に代々受け継がれてきた教え、先輩方の思いも引き継ぎながらもしっかり聴いてくださる方に伝わる心に届く演奏ができるように頑張りたい。明日に迫った定期演奏会でどんな音を届けるのか、自分がいいと思ってても聴いている人によって伝わり方が違うと思うので、初めの一音目を聴いた瞬間にやっぱりいいなとかまた聴きたいなって思ってもらえる演奏だと思います。そして迎えた関係者だけの定期演奏会、一人で大変な時に何も言わなくても表情とかを見て気づいてくれて、いつも声をかけてくれるので、やっぱりこのメンバーがいいなって思ってます。新型コロナウイルスによる新しい日常は部員の心を強く結びつけた。逆境をバネにして響き渡る音、悔しい思いをした先輩たちの分も心を込めて奏でる楽曲、楽器の演奏を通して子どもたちがお互い関わりを持って成長していける場面が多いのかなと、そこが魅力かなと思っています。2年ぶりの開催となった西高吹奏楽部定期演奏会、部員たちの心にある共通の思いは静音伝心。この番組はユリホールディングスがお届けしました。つながる今。Imaginative Creation, Yuri Holdings.